元日を襲った能登半島地震から12日、被災地では雪が降り、厳しい寒さの中、少しずつ復旧作業が進んでいます。しかし、今も色濃くその爪痕が残る場所があり、さらには自宅が被害を受けた人は不安しかないといった声を漏らしています。生活再建に向け、今、細やかな支援が求められています。2024年の元日、心穏やかに新年の幕開けを迎えたはずでした。能登地方を震源とするマグニチュード7.6の巨大地震が発生。津波警報が発表されました。海岸付近の方は高台に避難してください。すごいすごい。いや新潟で31年ぶりに発表された津波警報、そして実際に押し寄せた津波。すごいね。住宅地を襲った液状化現象、町の姿は一変しました。これ前回じゃない半回くらいかな。ちょっとはね、助けてほしい。各地に大きな被害をもたらした地震。見えてきた課題について考えます。こんにちは。激震に見舞われた石川県ではこれまでに215人の方が亡くなり、今も26人の安否が分かっていません。新潟県内では住宅被害が拡大し、今も全容を把握しきれていません。今日は被災地の今を見つめながら、地震発生時に何が起きていたのか、映像や証言をもとに命を守る行動について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。スタジオには専門家をお招きしています。地質学がご専門で地震や液状化に詳しい新潟大学災害復興科学研究所の浦部敦史教授です。浦部先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、今日の番組の主な内容を紹介します。県内に押し寄せた津波やそして液状化の脅威に迫るほか、住民避難の課題、そして復旧が続いている県内の被災地から中継を交えてお伝えする予定です。ではまず県内の被害状況について確認します。富山さん、お願いします。はい、まずは県内の人的被害です。県の発表によりますと、昨日時点で怪我人は重傷が5人、軽傷が43人となっています。続いて住宅被害についてです。こちらにまとめてあります。県内の広い範囲に被害が及んでいまして、震源に近い糸魚川市や上越市で大きな被害が出ました。そして液状化が相次いだ新潟市は、罹災証明の申請が今日時点で7303件確認されていまして、実際の被害はさらに増える見込みとなっています。はい、私も昨日ですね、液状化の被害を受けた新潟市西区にお邪魔したんですけれども、まだたくさんの土砂が溜まっていまして、復旧はまさにこれからだなという印象を受けました。はい、
浦部先生、改めてですね、はい、今回の能登半島地震の特徴、まあ、県内の被害を踏まえてどんなところに見ていらっしゃいますか。はい、まず地震そのものの特徴ですけれども、能登半島の沖合から能登と能登半島と佐渡のちょうど真ん中ぐらいまでという、まあ、150キロにわたって、断層が動いたということで、マグニチュードは 7.6 ということで、日本海側に、おいてもですね、かなり最大級の地震が、起こったということになります。かなり広い範囲で断層が動いてしまったということですね。はい、それも強く動いたということになります。はい、今週9日ですね、佐渡付近を震源とする地震が県内でもありまして、はい、県内では震度5弱を観測しました。はい、まあ、緊急地震速報も、ね、鳴って驚いたという方も多かったと思いますけれども、浦部先生、これもこの能登半島地震に関連する地震と見ていいんでしょうか。そうですね、今ちょうどその断層150キロ出ていますけれども、その東へりのところ、東の端っこのところで、はい、起こった地震ですので、余震の一つというふうに考えていいと思います。まあ、この断層の、まあ、一つ動いているところで、はい、今回も震源になったということですね。はい、まあ、佐渡のその震源をこうする地震を考えますと、まあ、だんだん震源がこう新潟に近づいているのではないかという印象も受けるんですけれども、はい、それについてはどう捉えていらっしゃいますか。そうですね、佐渡沖というと近いという、はい、ことになりますけれども、もともとその1日の時に150キロ形成されていて、急に佐渡に近づいてきた、我々の県に近づいてきたわけではなくて、もともとの場所で活動をまだ継続しているという状況です。うん、まあ、この範囲の中でまだこれから、まあ、動く可能性、活動が続いている、はい、ということですね。でそして今回の能登半島地震では、県内では31年ぶりの津波警報も発表されました。改めて津波に関する情報も確認しておきたいと思います。はい、津波の避難を呼びかける情報がこちらになります。はい、大津波警報、津波警報、はい、そして津波注意報の3つです。いずれも気象庁が地震から3分ほどで発表することになっています。津波警報、さらにその危険度の高い大津波警報が出された場合は、沿岸部や川沿いにいる方はすぐに高台や避難ビルなど安全な場所に避難しなければいけません。その一方で津波注意報が出された場合には、海の中や海の近くにいる人が対象になりまして、すぐに海岸から離れることが求められます。はい、まあ、こういった警報や注意報の種類によって求められる行動というのは、改めて理解を深めていかなくてはいけません。はい、そして今回の地震では、発生から2分後に県内全域に津波警報が発表されました。その時何が起きていたのか、当時の映像をもとに検証します。横揺れ、大きく揺れてます。元日に県内を襲った地震、照明が大きく揺れてます。長岡市で震度6弱、新潟市中央区や柏崎市、上越市などで震度5強を観測しました。揺れからおよそ30分後、うわー、来た。あ、でも撮ってるのも嫌だ。太平洋側と比べるとあまり津波は来ないっていうのは聞いてたんで、まさか上越も新潟もそんな3メートルの津波が来るとは予想もしてなかったので、とにかくは高い建物の方に逃げようということで逃げたと感じです。県内では1993年以来となる津波警報が上中下越佐渡に発表されました。予想される津波の高さは3メートル。住民に緊張が走りました。津波避難ビルに指定されているネクスト21のビルの中です。多くの人が避難してきています。午後4時20分の柏崎市です。皆さん高台に避難をしています。山の方に避難する車で渋滞ができています。柏崎市の峠道では渋滞が発生していました。
震度7いうからさ、これはもう多分逃げるがもう先だと思ってもう飛び出しちゃう。急に地震が起きたのでもうとりあえず高いところに逃げようとしてこの峠の上に上がろうとしたんですけど、もう見ても通りすごい大渋滞で車が上がれないので、とりあえず近くに今駐車場に止めさせてもらって避難しているところです。県内では柏崎市クジラ波で40センチ、新潟市中央区と佐渡市鷲崎で30センチの津波が観測されました。こちらは上越市の関川に設置されたカメラの映像。地震発生からおよそ30分後、河口から遡る津波の様子が捉えられていました。津波はこの川を遡上してきました。で、私の身長およそ178センチあるんですが、その身長をはるかに超えるこの堤防を越えて津波は住宅地を襲ったということです。地震の後、津波が押し寄せた地域も。上越市港町では住宅一棟が床上浸水の被害を受けました。スナックを経営する安田美佐子さんの店舗兼住宅には海水や流木が流れ込みました。親戚のうち泊めてもらって、朝来たらこの調子、もう涙も出ない。全部板張り全部はぐってしないと住めませんって言われた。地震直後、高台に避難した安田さん。海に近く、津波がいつか来るとは考えていたものの、被害は想像を超えていました。見てるだけでね、もうあれもダメ、これもダメ、大変だ。誰か助けてだね。正月早々、なんか悪いことしたのかね、先祖で。津波は河口からおよそ600メートル上流にあるカメラにも映し出されていました。勢いを失うことなく川を遡っていきます。ここずっと、はい、だいたいここら辺まで来た。外はもう津波が堤防に激しく打ちつけ、水が高く上がっています。女性の自宅はまさにその場所にありました。自宅の基礎部分まで水が押し寄せ、女性は夫と2階に垂直避難しました。もう避難はね、私もお父さんも年寄りだし、主人も92になるしね、だから息子は消防で飛んで出ちゃったから、地震と津波来ないようにってそれをお願いしてます毎日。こちらの女性は河口からおよそ 2.5 キロ上流で津波を目撃しました。最初は午後4時38分、2回目は午後5時16分と少なくとも2回遡っていたそうです。内陸の方ではあると思うんですけど、うん、はい、そういうところでもこうあったっていうのはどうですか？いや、本当に怖かったです。このままどうしようかなっていう感じだったんで、ただその避難するにもなんかこうね、ちょっとよく分かんなかったんで。津波は関川の支流にあたる北良川でも確認されています。地震発生からおよそ35分後、UX の情報カメラには北良川に架かる橋の上で津波に遭遇する車の様子が映し出されていました。高田河川国道事務所が堤防内にある瓦礫などを調べたところ、津波は関川でおよそ5キロ、北良川で 1.6 キロ遡っていることが分かりました。当時の関川について調査した新潟大学の安田博康研究教授です。
今回の津波は新幹線並みのスピードで押し寄せたと分析。平野が広がる新潟の場合、短時間で押し寄せた津波が川を遡り内陸に到達するといいます。内陸の奥深く、10キロとか20キロまで大規模な津波の場合到達することが予想されていて、今回は新潟においては津波の規模は中小規模でしたけれども、やはりそれでも川の中に侵入することが一般市民の方の動画の撮影などで見られているので、警戒しなければいけない。さらに津波は繰り返し川に侵入していたとして、第一波だけでなくその後の警戒も必要と指摘します。地震発生がだいたい午後4時で、翌朝明るくなるくらいまで、12時間以上中小規模の津波であっても継続していることが確認されていて、これはつまりさらに津波の規模が大きかった場合は、最低でも半日、長ければ今回と同じように1日ぐらいは警戒を続ける必要があるといいます。はい、地震の発生から県内にも、15分から30分程度で津波が押し寄せていたということが当時の映像からも分かります。一方でですね、震源に近い石川県ではどうだったのか、石川県珠洲市の海岸近く、こちらで撮影された津波の映像があります。こちらは地震発生からおよそ5分後に撮影された映像です。すでに津波が到達していて、住宅の1階部分や車が水に浸かっている状態です。この動画を撮影した住民によりますと、気づいた時には津波が見えるところまで来ていたということです。浦部先生、新潟が震源の大地震が起きますと同じように、かなり早く津波が到達すると考えられますでしょうか。そうですね、能登と同じですぐ沖合に断層がありますので、5分以内に最初が到達する可能性が非常に高いと思います。5分以内ですね、はい。2年前に公表された県の地震被害想定によりますと、9つの大地震を想定しているんですが、それがこちらの9つの断層ですね。でこの中でも特に津波が発生しやすい断層として、こちらの赤い1、4、5、6、7の断層が動いた場合と想定されています。浦部先生、これいずれも海と陸がかなり近いような印象ですね。はい、改めて地図で見ていただくと分かりますように、はい、かなり陸に近いところですので、やはりその、警報が出ないにかかわらずですね、揺れたら、揺れを感じたらすぐ、避難行動に入っていただきたいというふうに思います。はい、今回も比較的長くこう津波警報が出た印象がありますけれども、第1波以降も注意が必要ということですよね。そうですね、警報解除されるまで1日ぐらいは、待っていただきたいというふうに思います。1日くらい、はい。警報発表まで今回2分ということを考えますと、最短で5分以内ですから、本当にすぐ高いところに行けないと、待ってる時間はないと思いますので、警報を待ってる時間はないとしていただきたいと思います。では実際に津波が来た時にですね、各地どのくらい浸水をするのか、事前にハザードマップで確認することができます。はい、こちら上越市がホームページで公開している津波のハザードマップです。今回津波が遡った関川や北良川の周辺では広い範囲で浸水が予想されていまして、このピンクの色が濃い場所ほど高い津波が来るということを示しています。はい、さらにですね、ハザードマップには近くの高い建物や場所が白く示されていますので、災害時にどこに避難すれば安全かというのがすぐに分かるようになっています。はい、こういった緑の地点が津波避難ビルですし、このように白い場所が標高が高いということですね、先生。そうです。はい、今回実際にこの関川を遡って、北良川にも侵入したわけですけれども、先生、県の被害を想定された中で最大の津波が来るとこれくらいの浸水が考えられるということですね。そうですね、これはもっと上越に近いところから津波が押し寄せたということを想定していますので、今回は小さかったですけれども、この範囲の方はまた逃げていただきたい、ぜひお願いしたいと思います。はい、今回はたまたま小さかったという認識ですね。そうですね。
で一方でですね、今回の能登半島地震では倒壊した建物の下敷きになって亡くなるというケースも非常に多く見られますけれども、この揺れへの備えで我々できることというのはあるんでしょうか。そうですね、まず住宅を強く揺れに強くしたいという、ことがあります。で、はい、1981年を境にですね、建てたお家で古いものと新しいもの、旧耐震性が違って旧耐震というふうに81年の前のは呼ばれています。で、そのような旧耐震のお家は家は熊本地震の我々の調査だとやはり 60% くらい全壊してしまうという可能性があります。で、そのようなまた旧耐震の家というのは実は県内でも、まあ50% 弱、輪島や珠洲でも 50% 弱あったので、今回のような大きな建物被害が発生しているというふうに思います。はい、まあ、自宅の状況ですとか、あるいはハザードマップも各自治体で公表されていますので、改めてご家族で避難場所など話し合っておく必要があります。続いてはですね、避難について見ていきます。地震の直後、津波警報が出される中で住民の皆さんはどのように行動したんでしょうか。一部の避難所ではトラブルも起きていました。地震発生から35分後、県庁には多くの住民の姿がありました。やっぱり津波やっぱりね、ちょっと怖いから2階上がって退避しててもいいかと思ったんですけど、ここが一番安全です。津波警報が発表されました。上中下越佐渡に津波警報が発表されたのは地震発生から2分後。高台に避難してください。新潟市は沿岸部や河川の流域などで津波による浸水が想定されています。住民は近くのビルや学校など高くて丈夫な建物に避難を始めていました。新潟市東区です。高台に避難している人たちの様子が確認できます。津波避難ビルに指定されている中央区の南磐梯小学校。学校など公共の施設には鍵がかけられていました。これ開けられたの、最寄りの方がもうすでに開けてらっしゃった。避難所解説職員です。解説職員、はい、新潟市では避難所の近くに住む職員が速やかに鍵を開けることになっています。一方、職員が不在でも対応できるように市は近くの住民に開設協力者として避難所の鍵を預けています。しかし、一応鍵は私住民のあれで持ってきてありますので、万が一また大きな揺れがあったら鍵開けて中に入ってもらいますので、ちょっとここで待っててください。はい、知らん。地震発生からおよそ20分後、中央区の上所小学校では開設協力者が鍵を開けず待機を呼びかけていました。とりあえずでも開けられたらどうですか。いや、開けたやろ、またドーッと言ってガチャガチャしますので、誰か案内すればいいんじゃないか。待機してください。はい、今時間あるうちにやろう。ちょっと待って、何かあってからじゃ遅いですよ。テレビでは、ね、津波が来るので緊急避難してくださいっていうふうな話でしたけどね、本当はダメなんです、上上がらないとね、うん、じゃあここにいても意味がない、はい、ちょっと待機してみて。結局学校関係者が鍵を開け、20分後にようやく受け入れが始まりました。新潟市がこの開設協力者に話を聞いたところ、避難者を落ち着かせるため間を取るつもりだったなどと説明したといいます。この件について中原市長に聞くと、詳細のことをちょっと今私も初めて来ましたので承知していませんか。聞いてますか。はい、その話は聞いております。マニュアルの方は、用意はしてございます。まあ、やっぱり人が変わったりしてその辺の引き継ぎですとか、やっぱり十分なかった部分があったというふうに反省をしておりますので、そういったところの共有を今後さらに徹底していきたいというふうに考えております。
空いていなかった避難所は他にも。液状化の被害が拡大した西区の寺尾地区、近くの住民は栄岩地区公民館に避難していました。栄岩中学のところちょっと入れなかったから、こっちならいいかなと思って来たんですけどね。きっとなんか水かなんか出たんでしょうかね。ちょっとこう道がよく見えなかったし、で子供に向こうにもらったらまだ空いてないって言われたから、ここで待ってたんですよね。中学校の方に回ったんですけど、その時まだ空いてなくて、栄岩中学校に行くのが多分推奨ルートなんだと理解してるんですけど、多分この地区の指定避難所は栄岩中学校ですが、鍵が開いておらず入ることができなかったといいます。公民館は中学校で避難者を収容しきれない場合の予備的な施設で、すぐ鍵を開ける必要はありません。しかし地震から20分後の午後4時半には受け入れを始めました。当時の状況を館長の高島純子さんが説明します。駐車場にすでにたくさん人が集まっていらっしゃいまして、おそらく50人以上がいらっしゃったのではないかと思います。津波警報が解除されるまでの待機場所として開放いたしました。新潟市によると、栄岩中学校は午後4時40分に体育館の鍵が開けられていたといいます。しかし玄関の鍵がかかっていたため、諦めて公民館へ避難した人たちがいたということです。津波警報がなかなか解除されない中で、どのタイミングで指定避難所の方に移っていただくかというのが一番判断が難しいところでした。結局最終的に50人ぐらいの方がこの公民館で夜を明かされました。住民が混乱せずに避難できる運営が求められています。はい、浦部先生、はい、避難所がこう開いていないというケースもあったようですね。はい、そうですね。まず津波の場合は生き延びることがまず大事なんですので、はい、避難所にこだわらずに、行動していただきたいというのが私から言いたいことになります。はい、そういう意味ではやっぱりこうすぐに高いところに逃げるためにもハザードマップなどを確認して標高の高いところの知識を得ておくことが重要ですね。はいはい、さてこの後は液状化現象について見ていきます。新潟市西区で拡大した液状化、被害が集中した背景にはその土地特有の条件がありました。震度5強を観測した新潟市西区、地面が大きく揺れています。映像を早送りすると、およそ10分後には複数の場所から水が溢れ出していました。地震の後、地面から泥水が噴き出す液状化現象です。近くの郵便局では、でそのうちに今度道路というか駐車場がね、陥没し始めてきて、どんどん水が湧いてきたような状態ですね。このまんま行くともう車水没も覚悟しなきゃと思いましたね、一瞬。西区で相次いだ液状化、道路は波打ち、被害は住宅にも及びました。水が引いて残ったのは大量の土砂。住民は撤去作業に追われました。家も傾いちゃってるんですけど、なんか焦りやら不安やらいろいろです。
とっぱら地区の青柳智子さんは地震直後、自宅の脇で液状化を目撃しました。この土台の下から砂と泥が一緒にわーっと吹き出てきたんですよ。それでここまでこう溜まってしまって、そのしてこの土台が沈む、こう傾いてる、そんな状況なんですよ。家の中を見せてもらうと、寝室の畳がずれて隙間ができたほか、壁に亀裂が入ったためビニール袋を詰めて塞ぎました。廊下に置いた電池が転がるほど全体が傾いています。これが電池の転がしですよね。傾斜って何とか分かりませんけど、トトトトトとこう進む感じがして、おおおよろける感じ、だんだん気分悪くなりますよね。液状化は水を多く含んだ砂の地盤で起こります。普段は砂の粒同士が噛み合い住宅などを支えていますが、地震で揺すられると泥水のようになり力を失うため、沈下が起こり住宅などが傾きます。液状化の被害が西区に集中していることについて、浦部教授は液状化しやすい条件が揃う土地だったと指摘します。固まっていない砂があることで、あと細かい粒でその粒の大きさが揃っているっていうことと、あとは地下水がたくさん満たされていて、西区の県道沿いのところがですね、粒ぞろいの砂で地下水の高い状況の地形環境なので、それで液状化をしてしまった。新潟市西区のこちらの神社、地震の影響で鳥居が傾き、片方の足が地面に埋まってしまっています。地震から1日以上が経っても水が湧き出している場所があり、地下水が多い地域ということが分かります。北陸地方整備局などが作成した液状化しやすさマップ、住んでいる土地が液状化しやすいかを確認することができます。今回被害が特に大きかった西区を見てみますと、最も危険度の高い赤で示されていることが分かります。液状化で駐車場が陥没した新潟西郵便局も危険度が最も高い赤、さらに過去液状化が発生したことを示す灰色が重ねられています。60年前の新潟地震では、新潟市内の至る所で液状化が発生、橋桁が落下しアパートが横倒しになりました。世界的に注目を集め、この地震をきっかけに液状化の研究が本格的に始まりました。新潟市内で雪が積もった今週初め、液状化で自宅が傾いた青柳さんはある決断をしました。37、8年のうちかな、このうちは。まあね、だから、寂しいといえば寂しいですけど、住宅の被害調査で倒壊の恐れがあると判定されました。夫と二人暮らし、家を借りて引っ越す予定です。残念ながらここの家はおさらばですね。はい、今回この液状化の脅威というものを痛感したわけですけれども、皆さんそれぞれで自分の今住んでいる場所、土地がどうなのか、大丈夫なのかというふうに不安をお持ちになった方も多いと思いますが、確認の材料の一つとして
液状化しやすさマップというものがあります。はい、それがこちらです。はい、新潟市だけではなく長岡や上越など8つの地域でどこが液状化しやすいかというのを確認することができます。はい、今こちらは新潟市全体のものなんですけれども、今回被害の大きかった新潟市西区拡大してみますと、はい、まずは海岸線からも比較的近いこの寺尾地区、最も危険の赤で示されていますけれども、浦部先生、この土地の地形の特徴というのはどんなことがあるんでしょうか。そうですね、はい、黄色のところが砂丘といって20メーターぐらいの標高で、はい、そこに降った雨が地下水としてですね、ちょうど、寺尾のあたりが標高が低いので、はい、常に水が湧いてくるという状態で、それを加味して、赤という表示になっています。はい、でさらにその、灰色の部分というのが、新潟地震、60年前の新潟地震でまさに液状化が起こってしまった細長い場所で、まあ、今回もその場所で同じ現象が起こっているということになります。やっぱり同じ場所で起きてしまうんですね。はい、繰り返す災害なので、地盤が変わらない限り同じ場所で起こります。はい、そしてこの寺尾から少し離れた画面右下の善空という地区も浦部先生、かなり被害がありました。そうですね、かなりたくさんの家屋が傾いているんですけども、そこも同じようにですね、見ていただくと新潟地震の時の60年前の新潟地震の時の被災ということで細長く帯状に色がついていると思います。はい、でそこがですね、明治の終わりまでは旧信濃川だったところですので、信濃川の川跡の中に今宅地ができていて被害が集中してしまったということが言えます。川を埋めた土地ということなんですね。はい、なるほど。まあ、今回被害を受けた新潟市西区以外でもですね、揺れの大きさ、地震の規模によっては各地で液状化の可能性があるということがわかります。続いては中継を結んでお伝えします。雪の中復旧作業が続く新潟市西区の今をお伝えします。続いては被災地と中継を結びます。液状化の被害が相次いだ新潟市西区に大石アナウンサーがいます。大石さん、お願いします。はい、震度5弱を観測し液状化の被害を受けました新潟市西区に来ています。その中でも液状化の被害が拡大しました突っ原地区に来ているんですが、先ほどからですね、午後に入りましてかなり降雪が強まり始めまして、冷え込みも強くなってきています。さて、今私の隣にありますこちらの公園なんですが、現在立ち入り禁止となっています。公園内見てみますと地面がですね、少し隆起している様子があります。今雪が積もって見えづらくなっているんですが、公園内も先ほどかなりデコボコした様子が見て取れました。確かに子どもたちが入ると非常に危険な状態です。今回の地震、そして液状化はこういった子どもたちの遊ぶ場所も奪いました。さて、今立っています私のこの道なんですけれども、ところどころ雪で少し見えづらくなっているんですが、かなり大きな亀裂が入っている場所がありました。そういったその亀裂がこの道にはいくつか見られました。そしてですね、このように泥や水が溜まっている場所があります。住民の方によりますと、本来であれば非常にまっすぐの綺麗な道だったということなんですが、今回の地震、そして液状化の現象によりまして、かなり道がデコボコと凹凸が激しくなり、排水機能がうまく効かずにこのように泥や水が溜まりやすくなってしまっているということです。現在他のその全区地区ではですね、74人のボランティアの方々が泥出しや土砂の撤去作業に当たっているということですが、このようにまだ泥が溜まっている、そういった道も見られます。さて、こちら少し道路脇の畑に目をやりますと雪が溜まっているんですが、大きく亀裂が入っている様子が見て取れるかと思います。その亀裂の先にありますブロック塀なんですけども、真ん中で割れてしまっている様子がわかります。さらにその奥の建物ですね、見えづらいんですけれども、中央のあたりがですね、沈んでいまして、 V の字に家が傾いている様子がわかるかと思います。実はあちらの建物が VTR でもご紹介しました青柳さんの自宅になります。元の生活を取り戻すために懸命に作業に当たっていたんですが、先日の建物の危険度判定で最も危険と判定されました。これまで住んでいたこちらの建物、自宅がですね、
手放しここを離れなくなって離れないといけなくなってしまったということなんです。そういった住む場所を奪われてしまった方もいらっしゃいます。さてここからはその自宅が被害を受けました青柳智子さんに中継にお付き合いいただきます。非常に大変な状況の中お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。大変な雪ですね。そうですね、かなり雪も強まってきましたね、はい、青柳さん先ほど建物の中で作業員の方が出入りする様子が見られましたけども今どういった作業をされているところなんでしょうか。いや引っ越しする時の家が、はい、借家なもので、この家に使ってたサイドボード180センチぐらいのサイドボードを、はい、私は引っ越し業者さんに頼もうとしたら、息子に叱られましてそれでもう破壊して、今に神殿の焼却場に今持って行ったんです、もう私も諦めて、そういった大きなそうですよね家財道具もありますからね撤去作業も大変な状況ということですか。もう子供に叱られました。そんなの持って行ったら、いる場所がなくなるってただこういった思い出の場所もたくさんあるかと思いますけれども、そういった思い出が詰まったこの自宅を離れなくなって、いけなくなってしまった状況というのはどんなふうに考えてますでしょうか。災難ですからね、こんなのね、一生に一度や二度ぐらいあるのかなって思うぐらいの、そうですよね、大変な辛い状況だと思うんですけども本当初めてですからね、どうし今後引っ越しされるということですけれども、同じ西区に住まわれるということですがこの災害を経験してどんなふうな思いで今後生活していこうと今考えてますでしょうか。そうですね、もう家族一丸となって、行くしかないなって思いますね、寒くまだ雪も降っている状況で撤去作業大変かと思いますがお体にはくれぐれも気をつけて作業を進めてください。ありがとうございました、復旧作業が進められている一方で自宅を失う方もいます。今後も引き続き長期的な細やかな CM 活動が必要になっていきます。はい、被害の全容がまだつかみきれない把握しきれないという中で浦部先生、これからは生活再建に向かっていくわけですけれども、ここで被災地の皆さんに対して求められることはどんなことになりますか。そうですね、まず行政としてやっていただきたいことがまず数の全体把握は重要ですけれども、それが終わってから次どうするということじゃなくて、もう並行して中長期にどんな支援ができるのか、どんな町にしていくのかということを見せていくことが重要だというふうに考えています、町の復興のためにはさまざまなメニューもあるわけですよね。そうですね、そういうものをお知らせして見せていくということで希望を持って復興をしていただきたいというふうに思います。行政の情報発信のスピード感も求められていきます。さて続いてはその液状化にどう備えていくのか対策について考えます。かつての大地震で液状化を経験、団地全体で取り組んだ対策とは。柏崎市の山本団地、2007年の中越沖地震で液状化現象が発生し大きな被害を受けました。自宅の下側といいますか、ちょっと段があるわけですけれども、そこのところの擁壁がズダズダになったり、あるいは擁壁してないところは、下の家の方に土砂が流れ込んだという状況でしたね。当時伊藤陽一さんの自宅は傾き半壊の判定を受けました。被害は団地全体の3分の2にあたる80棟余りに上りました。ボーリング調査をやって初めてそういうやり方、液状化を止めるやり方をしないと抜本的な解決にはならないというふうに提案を受けたわけです。そこで全国初の取り組みとなる団地全体での液状化対策に乗り出しました。団地を通る道路の下にパイプを張り巡らせ、液状化の原因となる地下水を抜き取るという方法です。それからここの道路の真ん中に入っています。集められた地下水は排水溝を通って近くの川に流されます。
住宅火水がここに入ってくる。冬は多いですけども、夏は若干もう少し少なくなりますけども、結構多く出ています。費用はおよそ1億6000万円。国や柏崎市が4分の3を補助しましたが、残りのおよそ4000万円が住民側の負担となりました。当時、およそ50世帯が住んでいましたが、世帯平均で70万円ほどの負担になるため、反対する住民もいたそうです。しかし、団地全体での対策が抜本的な解決になると考え、他の被災者と協力し、反対する住民を説得しました。今回の地震で柏崎市は震度5強を観測。山本団地で液状化の被害はありませんでした。大変な負担だったと思いますけれども、今考えてみればやってよかったのかなと思っています。伊藤さんは全国的に進まない液状化対策を気にかけています。自分のうちのことしか考えないというか、だから難しいんですよね。全体として考えないと液状化はなかなか対策できないと、こう思いますね。刈羽村の稲葉地区、砂丘地のふもとにあり、豊富な地下水が原因で大地震のたびに液状化に見舞われてきました。小林信夫さんの自宅は1964年の新潟地震で液状化の被害を受け全壊。40年後の中越地震でも再び液状化し全壊しました。家が傾いて U 字工が全部飛び上がってるような状態で、もう住める状態なくて、道路も全部もうぐちゃぐちゃになってましたと。引っ越しを検討しましたが、液状化対策をして新築することを決断。基礎の改良工事とともに地下水を抜くためのパイプを家の周りに埋め込みました。ここに入ってる、こう暗調が、あ、この下にパイプが入ってる。あ、そうそう、そうそう、ここと、ね、この工事は集団ではなく個人で実施、はい、費用はおよそ380万円かかりました。工事の9ヶ月後に起きた中越沖地震では、近くの住宅が液状化の被害を受けた一方で、小林さんの自宅は無事でした。刈羽村は今回の地震で震度5強を観測しましたが、黒い水がいっぱい出ているのは確認しました。うちには被害はほとんど見分けることはできなかったと。あの時やっとおかげで被害が少なかったんじゃないかというのを私自身は思いたいですし、地下水を下げる、水を排出するというのを醸成するときにその工事をやるべきじゃないかと思います。過去の教訓を今に生かす取り組みが求められています。はい、こういったところでは実際に被害がなかった。浦部先生、地域全体としても個人のお宅としてもできることはあるようですね。はい、そうですね。液状化は残念ながら同じ地盤ですと繰り返す災害なので、今回被災をしてしまった場所というのは、ぜひ、地盤の改良ということを検討していただきたい。また先ほどの液状化しやすさマップにもありましたように、可能性があるところっていうのも地盤について考えて、家を作ってほしいなというふうに思います。はい、
今回の地震そして津波液状化を経てですね、浦部先生、改めて私たちができることというのはどんなことがありますか？そうですね、県内の断層の時にはもっと大きい揺れが来てもっと液状化の広い範囲が起こって、で津波も高いものが来るということが想定されているわけですので、はい、1日を教訓にですね、同じようなことがもっと大きく起こるんだという認識で、考えていただいてどう行動するか備えをしていくかということを改めてお正月明けですけれども考えていただければいいのかなと思います。そうですね、今後の地震に備えながらもですね、まずは今被災された皆さんの生活再建が何よりの課題となっています。この週末からまた週明けにかけては大雪そして大荒れの天気が予想されています。今後の復旧作業をどうか安全に暖かく無理をせずになさってください。一日も早い復旧のために引き続きみんなで力を合わせて乗り越えていきましょう。それでは